西戸明子のコミュニケーションアカデミーこの放送はポッドキャストボイシー YouTube でお届けしています7月9日火曜日になりましたおはようございます西戸明子ですもう大変な暑さが続いております皆様お元気でお過ごしでしょうか 私はおおまで元気にしております、えー、この1週間はむしろちょっと普段よりも出かけていてといってもね近所の本屋さんなんですが何度か足を運びましたそして今どんな本が読まれているんだろうということでねいろんな本を見てみました本当に素晴らしい本がたくさんあるなあってあこれも読みたいあれも読んでみたいなーってたくさんの本との出会いがありました、えー、その一方で本屋さんでぼんやり考えました 古今東西素晴らしい本はたくさんあるでも生きることの苦しみまあそれは寂しいなとか仕事がうまくいかないなとか恋人ができないなとか人間関係がなとかそれいろいろあると思うんですけれどもその人生における困難というものがなかなかそう簡単には解決しないそれってなぜなんだろう そんんんなことと本屋さんでぼんやりと考えていました、まあ、その答えを詳しく丁寧に申し上げると1時間ぐらい多分かかってしまうので <laughs> ちょっと一言だけで申し上げます結論から申し上げますと、えー、思考する考えるということですね考えることには限界があるからだと思い至りました。 考えることには限界があるだから本を一人で読んでいてもなかなか自分の人生がいい方向に向かっていきにくいどういうことかっていうと考えるって皆さん何でしょう <laughs> いやいや考えるってそれはね今だってこの放送を聞きながら考えてますよそうなんです誰もが 考えたことありますか?」って言われたら「はいやります」考えるの意味を知ってますか?「はい知ってます」じゃあ「考える」って具体的に何をやることでしょうねって言われたらこれ結構説明するの難しいと思いませんかお子さんに「ねえねえ考えるって何?」って聞かれたら何と答えるかこれ結構難しいと思うんですよね。はいでその ま考えるって何なのかっていうことね、えー、これをこう考えていったときにややこしいかな、<laughs> 考えていったときに本当に思考っていうのは限界があるなということに思い至るわけなんです。それなんでかっていうと、いろんなこと私たち考えますよね。うん、まあ、どうしたらいいかなとか、これってどういうことかなとか、うん。 あの人って何考えてんのかなーとかこの先どうなんのかなーとかこうやったらこうなってーとかいろいろ考えますよねうんでもそれってぜーんぶある基準があ,あるんですよあることをベースにして考えてるんですそれは何かっていうと過去の記憶なんですね過去に見たことがある聞いたことがあるうん 考えたことがあるつまり知ってること過去の記憶ですこれをベースとして私たちは考えてるんですよだからまあ、みんな考え方違いますよねそれはそうです過去の記憶が違いますもの、はあ、で加えて考え方の癖っていうのがあるんですよねであの周りを見てうわこの人ネガティブだわと思う方いません あるいはこの人ポジティブだわーって思う方いますよね。その考え方の癖っていうものが誰しもあります。まあ、ネガティブポジティブっていうそんなこう二つ。二通りじゃなくて、もっとさまざまな考え方の癖があるんですよね。だから、本を読んだ時に、結局自分の癖で読む。自分の読みたいように読む。いつも読んでるように読む。なので。 まあしかも、しかも、うん、しかも自分の過去がベースになっている。これ何かっていうと、うん、一言で言うと、自分っていう枠を超えにくいってことです。だって、問題を抱えているその自分が考えるわけでしょ。はい。だから、その自分の枠を超えないんですよ、なかなか。だから、友達に相談したときに、何かこう、 ボンって言われたことがえそんな考え方があるんだなんてびっくりすることありますよね。そそれははのの考え方自自体が自分の中にないいからです、はい、だから本を読むって私はもう大好きだし素晴らしい学びだと思うんですけれどもなかなか自分一人で本を読んでいても自分のいつものパターンで自分が読みたいように読んで結局自分の枠というものを 超えづらいっていうことがあるだろうなって本屋さんでぼんやり思っておりましたじゃあどうしたらいいのよっていうところが気づくってことなんですねあの考えると考えてわかるってことと気づくっていうことってあのあんまりその違いについて考えないかもしれないんですけれどもこれ全然違うことなんですね考えると気づくって でマスタークラスっていうのをずっとやってますけれどもあれは気づく場なんです考えるんじゃなくて、うん、考えることも大切ですとても大切なんだけれども実はその人生を変容させるこれ変化と変容っていうのもまた違うんですよね、うん、変容っていうのはまあガラッと変わるっていうことですあのすごく平たく言うとガラッと変わってしまうっていうことです その人生や自分が変容するガラッと変わるっていうのは気づくっていうことによって起こるんですねはいでその気づきというもののサポートをしたくていろんな授業をやってますマスタークラスはまたリニューアルした形でこの秋スタートしますので楽しみにしていてくださいそして直近では7月15日来週月曜日海の日の夜 朝起きるのが苦手という方にグッバイブルーマンデーと題してお届けいたします、まあ、特にね月曜日の朝起きんの嫌だなとかなんなら日曜日の夕方ぐらいからブルーだなとかね朝起きなきゃって分かってんだけど起きたくないねここにはかなり心理的なことが作用していると思われます私そのことに結構いろいろ向き合ってきてまあいろんな気づきがありました えー、皆さんの気づきをサポートするお話また、えー、具体的なワークですねこういうこともやってみるといいんじゃないかというご提案もさせていただきたいと思っています7月15日朝起きるのが苦手なあなたへグッバイブルーマンデー皆様のお申し込みお待ちしていますさあそしてオープンしたばかりなので、えー、毎日となりますがご案内させてください連絡帳 連絡帳はみんなの思いが集まるところです。みんなの心がつながるところです。誰でも何でも安心して本音で話せるみんなの広場を作りたい。年齢仕事住んでる場所価値観いろんな枠を超えてみんなが思っていることを伝えられたらいいな思います。 そんな場所が作りたいなと思って生まれました連絡帳放送を聞いてくださっての感想などなどどうぞ連絡帳にお寄せください見るだけだったらあの登録はいらないんですけれども書き込んでいただくには簡単な登録が必要ですぜひご登録ください昨日の給食の話へのコメントをいただいてますありがとうございますちなみに私は人の給食までいただいていたタイプですというのはココリンさん あ確かに何かありましそういうのって許されてましたっけね。 私の時ってどうだっただろうなんか自分の分は絶対自分で食べなきゃいけないみたいなそんなルールもあったようななかったようなかなり記憶は曖昧でございます世界のボンボンさん懐かしかった給食の話残された給食とともに机を下げられてる友達いましたはいそれ西藤ですえー、今思うとあれは一体何だったんだろうよくよく考えるとハテナがいっぱいですちなみに私も給食は人のものまで食べる派でしたこれなんと なくなんですけど二人とも女性のような気がしますがそんなことないのかしらいいですね私も本当によく食べましたね、えー、朝からなんかもう朝ごはんと昼ご飯ん2食分ぐらい食べて学校に行ってた時期もありますし20代もねよく食べましたねラジオ番組やってた頃にスタッフさんにねなんか西戸みたいにそんなに食べる女の子初めて会ったわなんか気持ちいいなって言われたことありましてね えー、それれから大学の同級生にも言われましたねあの就職した後に「あっこさー」って「あの職場でみんなさ女子はお弁当持ってくるんだけどさすんごいちょっとしか食べないんだよ」絶対あっこが食べてた分の半分以下って感じなんだよ」って言って私は言いましたね「あそれねあのぶりっこ」って。 <laughs> それなんか「私小食だから」とかっていうぶりっ子だからっていうすごい決めつけしてましたね、えー、単に私が大食いでした。<laughs> プルさん残していいですかって先生に聞きに行かなければいけない決まりで非常に苦痛でした。は までも残していいですかで、ね、残せたのはいいですよねうち残せなかったですけどねあっせっかいのボンボンさんからもう一つ頂い,いてますよ、えー、パンツのの中に給食隠ししたたっていう人の話も聞きました <laughs> 私は実は結構裏技があってその何度も給食食べれなくてお掃除の時に机前に後ろに埃の中移動させられてた時にある悪知恵を思いついたんですよ。 結構な RJ なんでえっ、ー、と連絡帳の方に書いておきますよかったら読んでみてください西戸明子のコミュニケーションアカデミー今日も聞いてくださってありがとうございましたどうぞ素敵な一日をお過ごしくださいいってらっしゃい西戸明子でした